現在ある仕事、この仕事のうち約半分が人工知能に変えられてしまうという都市伝説。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。何が起きたの？ちょっと正義の真似してみたんだけど。何が起きたの？都市伝説のコーナー！イエーイ！お話どうぞ。毎回俺の方向くのやめて。すぐ助け求めるんですけど。人工知能都市伝説って言ったらまあ大体シリとかやっぱイライザがね、はい、思い浮かぶと思いますけれども、シリとかイライザよりもリアリティがある。おなおかつみんなのためになるような都市伝説ですけど、あ、いいね、ちゃんとしてるやつ。なるほど、はい、そうです。今日は怖い系じゃないと。怖い系、まあちょいコア、ちょいコアね、ちょいコアです。お任せします。はい、その都市伝説おかしいなその都市伝説というのはですね、現在ある仕事、この仕事のうち約半分が人工知能に変えられてしまうという都市伝説。いや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 、これはやだね。アメリカのオックスフォード大学のね、頭いいところで、頭いい、ハーバードより有名だからね。オズボーン教授というね、有名な教授がいまして、オジンオズボーンね。オジンオズボーンは芸人だから。この教授が発表した論文なんだけど、アメリカのね、労働省のデータによりますと、702の職種、このうちどれほど AI がね、人間の代わりに仕事をするか調べたところ、約 47%。 マジ？衝撃の事実。 47% が消えると。そういうことです。しかも何が衝撃的かと言いますと、10年後の出来事です、これ。おお、え、ちけ。そう、というわけでね、まあ、皆さんに見てほしい画像があります。はい、こちらです。はい、これがね、まあ、702あるんですけど、はい、AI によってなくなると言われる仕事、ベスト100ですね。95% とかいうのは何？ 95% AI にとって代わられてしまうという。じゃあほぼ確実なんだ、これ。これらの仕事っていうのは、コンピューターに一回プログラミングしてしまえば全て賄えてしまうような、意外と単純な仕事っていうことなんだよね。でも約半分の仕事が賄えてしまうっていうのは、これはっきり言って異常事態なんですよ。いくらなんでもプログラミングっつっても限界があるわけよ、うん。でも事実としてコンピューターの進化っていうのはもう予想すればはるかにもう、もうすごいことになっていると。例えばさ、スーパーマーケットとか行ったらさ、無人レジとかあるじゃん。ある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 。今となってはもう当たり前のようにそれもう使うわけじゃん。知らず知らずのうちにこのロボット社会にね、もう順応していってる我々人間がいるんだよ。だからこんな調子でどん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 ね、こういう機械とかロボットが日常生活にね入ってくるんですよ。なるほどね。自動販売機ってあるじゃないですか、はいはいはい、自動販売機はもうできた当初は押したらジュースが出るぐらいのもんだったじゃないですか、はい、今ね、自動販売機でこんなもん買えるんですよ今ね、自動販売機でね、焼きたてのピザが食べれます。これすごくないですか。すごい。さらにね、アメリカにはこんな自販機もあります。はい、これ車の自動販売機です、これはやばい。ダメでしょ、車はやばいでしょ。え、自販で買うやついる？出てくるときここにガシャンってボコボコなんです教育の現場ではネットで AI が授業をするようになると言われている。学生がどんなディスカッションをしているか、どれくらいの成績を収めているかなど膨大なデータが集まり、こうしたデータを利用すれば個々の学生に応じた講習や評価ができるようになる。その技術を人材採用に適用すれば、各事業の人事部の作業は今までよりずっと効率化すると言われている。みんな気になってると思うんですけどね、はい、AI に取って変わってしまうメジャーな仕事ランキングベスト5。おい、これをね、喋っていきたい。行きましょう。5位、レストランの店員です。あの、そうやん、レストランってあの前の出し方がキモすぎてさ、こっちに集中しちゃってたの。何の呪文出すのかな呪文出しませんよ。店員厳しくない？いないと。でも皆さん考えてください。今、居酒屋とかレストランとか行ってタブレット注文増えてるでしょ。あら、確かに。どんどんね、もういらないわけ。そう、いらないわけ。しかもスシローのさ、そう、寿司行って受付番号309とかね。まあ、やっぱけどこれもうバイトも減るってことですかね、皆さん。そう、バイトも減りますよ。やばいです。そうです、やばい。はい、じゃあベスト4、運転手です。え、運転手、運転手入れてましたね。はい、さっきちょろっと自動運転、自動運転、自動運転、
怖くない？でね、怖いって思うでしょ、うん、人間よりもはるかに安全なんですよ、うん、よく考えたら人間危ねえから、人間怖い、そうそう、人間なんてね、もう集中力が、はい、もう続かんかったりとかさ、すぐプリウス事故をしますから、ね、そうそう、中国から出る車は多分全部自動運転です。だってもう日本とかももうそういう車の開発進めてて、もう2020年には開発されるって言われてますから。はいはいはい、スポーツの審判です。あーこれはもう間違いない、これはもう間違いない、これすべやった、もういい加減な審判多いやん、多いやつくんのやろ、多いというか、うん、人間だからしょうがない、ただ白井さんだけ残そう。なんかパボしてくれてるバカうざい審判いるよ、誰だ、選手に自分から突っかかってくるようなやつが最悪やった。じゃあ第2位、不動産の営業です。今そのチャットボットっていうね、文とか言語とかでいろいろ案内してくれる、まあ、Siri みたいなもん、それとかがもうね教えてくれるんですよ、はいはい、しかもあれだよ、なんかその立体的なその家の中とかのこうしたいっていう立体で全部出してくれるらしいよ、テレビですよ、正義主任みたいな、あ、俺も見た、そうそうそう、そうなんだ、ガチ、しかもだからマイホーム建てる時のもうやつがもう AI になってて、家のできたシミュレーションをもう VR で見れるようになってて、そうそうそう、プラスちょっとここは日が当たらないとかの 日の計算もできる、周りの建物、そうそうそう、完璧じゃん、もう今のね、なんかそこら辺の不動産屋に聞いたらもう、あ、どこなんすかねやめろ。AI が単純に便利すぎた、そう、便利すぎる、もう強いね。じゃあね、1位はもう言わずに行きましょう。言わない、言わない、一番気になる、一番気になる、もう1位はですね、テレマーケターですね。あー、電話の販売みたいな、そうそうそう、コールセンターの人、現段階でもうなんかボタンを押してくださいみたいな、そうそう、まあそうだね、今まで来たクレームとか、うん、そういう問い合わせとかをデータとして蓄積して一番いい解決策を瞬時に出してくれる、強っ、すごい、強っ、結構深刻だよね、深刻ですよ、ガチでだって食なくなりまくってる、そうそうそう、だからね、新しいロボットとか機械とか導入されて、もともといた職場の人とかはやっぱ反対するのよ、もう自分たちの職がなくなるわけ、さっきの大企業こいつみたいな、そう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 、やめろみたいな、そういう運動とかもちょいちょい起きてます。あー、だるいやつね。皆さんにね、このロボットやばいっていうのちょっと一個教えようかな、やばい、はい、さすが情報、うわー、1個だけ紹介したいと思います。いや、童貞 AI、 いや、童貞 AI って童貞関係ないでしょ、別に。オッケー童貞。オッケー童貞ってゲートボックスというね。これ一体どういうロボットかと言いますと、こちらです。ゲートボックス、通称、俺の嫁でございます。かわいい。かわいい。かわいいよ。嫁ロボット絶対見たくなかった、今これ。もう超欲しいわ。これやめよ。え、これ買いたい、俺。欲しいんだけど、何すんの、何すんのか聞いてから帰る。これ、帰ってきたら、おかえりなさいとか言ってくれたり、なるほどね。あと、会話したら、自然と会話してくれるんですよ、いろんな。買いましょう。え、おいくらこれ、おいくら、これ15万円です。グッチのパンツより安いですよ。それだけじゃなくて、帰ってくる時間とか予想して家の冷房とか勝手につけてくれる。マジで、そう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 、家の電気勝手につけてくれたりして、おい、だからさ、こう子供もう諦めてる。本当に欲しいのこれ。俺は本当には欲しくない。俺は本当に欲しい。いや、でも彼女とかいいからペット飼いたいわっていう感覚とちょっと似てるよね。怖いな、うん、そのなんかマッキーな感じ。ちょっともうやばいな。逆になんか寂しくないやつだけど、うん、だからもう電源切れた時とかもう発狂だな、発狂する。今まで喋ってきましたけど、総じて言ってしまえばね、消えてしまう仕事の共通点としましては、やはり単純作業系が多いと言いますか、逆を言ってしまえば、ゼロから何かを生み出す力っていうのが重宝される時代なわけですよね、これからの。クリエイトですよね。おーい、ザ・クリエイター。もし今やってる仕事で消えてしまう仕事に該当するものにね、今就職してる場合、10年後20年後になってしまったら、機械化された社会に埋もれてしまうかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。よかった、俺ら YouTuber で。なかなかね、これはこれ唯一無二ですから。まあそうだね、なかなかなくなりませんね。あ、AI じゃできないもんね、これね。まあでも YouTuber も今めちゃめちゃ飽和状態ですからね。だからその中でね、もういかにね、他とは被らないね、なるほど、ものをね、こう配信していくか、まあこの動画も唯一無二であることを願ってね。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。